さて、非常に好評28000件のセクシーブケをハクスラが大型アップデートでセール中ということで、今回はブラッティースペルの紹介を行います。こちら超本格的な格闘モーションで戦えるアクション RPG です。ボタンを連打してるだけで技が次々と放たれ、土ぼこりが舞い、敵をズバズバ切ったり殴れます。で、武器は2つまで同時に装備でき、連続技を出しつつさっと切り替えることができたら見栄えもそれだけ上がります。で、ディアブロ系戦利品システムを採用しており、敵からはレアリティとランダム性能のついた装備がドロップします。で、舞台は中国ということで、最近のゲームではウォーロンに近いです。チーム忍者の死にゲーハクスラです。で、ブラッディスペルはそれよりももっとアクション性は高いです。で、武器は使えば使うほど熟練度ポイントを得られ、新たな連続技を覚えられます。その他パッシブやアクティブスキルも用意されており、キャラクターの育成をとことん行います。で、特徴はキャラクターの見た目がどれもセクシーであるという点にあります。 DLC あるいは道中入手できる見た目変更装備はどれも際どいものだらけです。 YouTube では危ういので映すことはできません。で、大半の衣装は買わずとも、ゲーム内で遊んでいても入手できます。あとはモッドにも対応しており、ワークショップで見た目変更用のスキンが配布されています。定番のヨルハ 2B や原神キャラ、あるいはさらに変態チックな衣装も盛りだくさんです。で、ゲームモードもたくさんあるというのも特徴です。ダークソウル系のストーリーモード、バトロワ風のサバイバルモード、ローグライク風モード、ウェーブ式ハクスラモードなどなどあります。で、正式リリース日は2022年1月27日で、現在 92% 割引の464円で売られています。で、この度大型アップデートで無知系の新武器やさらに危うい衣装が実装されてしまいました。薄い布に細い糸のみの、もうほぼ全裸です。そちらはご自身の目でぜひご覧くださいませ。というわけで、どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。で、お久しぶりに始めていきましょう。難易度はいくつかありますが、ノーマルでいいかな。で、一応日本語にも対応していますが、翻訳部分が完全ではないんでね、ちょっと英語で遊んでいきます。さあ、始まりました。こちら主人公、実は男ですね。で、ところがどっこい、これで身なりを変えることで女キャラになったりします。フェメールクロッシングストーン、あ、なりましたね。見事女主人公になりました。声も女になりましたね。で、その他にはこの DLC の妹キャラなのかな、これに変身もできます。これまだ使ったことないんですよね。お、このキャラ可愛いですね。杖キャラ、まあ、これ DLC を買わなくても結構物語を進めれば入手できるそうです。お、可愛い。あともう一つ、今回のアップデートでこちらですね、ヘアピン、これをつけるとなんか専用の技が使えるって話ですね。これ一回キャンセルするのかな。おー、あ、出ましたね。うん、夢中の技出た。おお、こんな技も使えます。ただ現状なんかちょっと不具合もあるという話ですね、これを使うと。まあ、これ後で使ってみましょう。また一回外してね。おー、ペチペチペチと殴りまくる。5段攻撃ぐらいかな。で、次は Y で大パンチだね。この3段ぐらいですかね。で、通常攻撃の間に Y を混ぜていくと技がどんどん変わります。こう、キック技とかね、めちゃめちゃ技がありますね、このゲーム。もう覚えきれないくらい。で、L1 でガードかな。で、素手の場合はなんか身をかわすようだね。あと L2 でドッジですね、結構移動が早い。あと R1 でなんか飛ばせるんですけど、これ何でしたっけ。なんか相手持ちましたね、これブーツか。早速装備しましょう。エクイプメント。さあ、そしてこのゲームには、レアリティにね、ランダム性能がついてます。ハクスラトリハイ要素ですね。他にも無料 DLC の衣装がありますね。まあ、これかなり際どいんで、今回の動画上では身につけることはありません。でかいの出てきましたね。まずはザコから倒そう。よし。ダッシュ攻撃もあるかな、今みたいな感じでね。危ない。どっちは多分、スタミナとか使わないんでね、ガンガン回避しまくりますね、このゲームは。あ、アーリシはどうやら敵に一瞬で近づく、そういう技のようだね。さあ、さらにショートブレード、
で、この剣武器を2つまで装備できるので、戦闘中切り替えるとね、もうめちゃめちゃ忙しくなりますね。さらに、ダブルソード。2ついきなり入手しましたね。どっちも性能違うのかな？これまず通常の剣だね。居合斬りですね。通常斬りに、大斬りで、大斬りの3段ぐらいか。かっこいい。砂ぼこりがまだいいですね。で、通常斬り混ぜるとこんな感じで、いろいろ連打になります。うわぁ。確か溜めもできましたね。溜めて。おぉ、超回転。で、こいつらぶった切っていきましょう。あ、ジャンプ技も用意されてる。これが、二刀流か？これも抜刀系に見えるけど。まずは、ほら、縦ぶった切って、お、ヒットストップで止まる。気持ちいい。避けろ、ほら、ぬれはー、切りまくる。うわー、ひょーそして切ってる最中に武器を切り替える。切り替わらない、切り替わらなかった。こうか、切り替えは。これは体験ですね。あ、背景を壊せる体験。おお、振りがでかいですね。おお、めちゃめちゃ切れる。ちゃんとジャンプ切りとも用意されてます。ドーンと。で、他にはウェポンスキル。これ武器ごとに熟練度みたいなのありました。使えば使うほどポイントが溜まって。で、コンボ技覚えますと。むちゃくちゃあるね、技も。これまず覚えましょうか。X3 回に Y2 回。空中からのダッシュも可能ですね。こんな感じで。これは何かな？コテかな？見た目で判別できますね。やっぱパンチ技もすごいからね、このゲームね。むちゃくちゃパンチできますから。ご覧の通り。匂いよりも激しいかもしれない。新手だ。犬系が現れましたね。危ない。ほら。新たな棒術ですね。ウッドゥンスティック。お、これは三国無双あたりで出てくる。モーション使う感じですね。よし。キッサーぶん殴っていく。コンデ。武器切られて。パンチ殴る。うおぉ。ほら、殴れ。RT でなんだって？あ、とどめの一撃させるんだ。フィニッシュムーブみたいに。たた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 たー、はい、勝てるか。あー、やられた。しかしワイレンダで快晴。まだ私には命が残っていた。危ない。今だ、決まった。ここからチュートリアルか、もしかして。 B で、あ、飛び道具ね。ほい、決まった。体験の場合はパーリーにもなるようだね。 X と E を同時に押す。こんな技もあった。あー、なんかあったね。 RT で暗殺。 RT、 あー、ステルスアタックも可能なんですね。ブラッディスピエル、アクティブスキルを使う。これか、パッシブにアクティブ。まずアクティブ覚えるのかな。アサシンズクラウ、レフトにはめた。十字剣横ですね。いけ、ブラッティスペル。あ、当たんなかった。で、ゲージは画面左上の紫色のゲージ使ってますね。じゃあ次はこの DLC キャラ、妹使いましょうか。超可愛い。こいつはこっそりやれるかな。いきますね。おお、暗殺技。ちゃんとモーション用意されている。あいつは普通に殴りましょうか。ほら、ペチペチペチと。まずは弱攻撃連打。そして Y を混ぜていく。おお、なんだこれは。周りに花が咲きますね、このキャラ。その他技を確認しましょうかね。X5 回、Y は1回、B で飛び道具、空中 X、空中 Y、あと LT でどっち、LB でディフェンス、パリーかな。さあ中には、ポイントたっぷりに、装備品、レアのキャップですね。ダメージ、スピアスティックの場合に威力上がる。じゃ、次はホールド B。お、なんだ？移動し始めた。おー、遅い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 。ゲージの許す限り、この技が出るんだ。全部使っちゃうの、これ。これは？あ、ここでポイント使うのかな？これは何かを変える。お試しで買ってみようか。あ、今のアイテム買ったことで、
これ覚えられますね。覚えて。さらにもう一つ持ってるから、レベル2まで上げられる。そういうことか。パッシブはどんどん覚えた方がいいのかな。バンプリックストライク。ライフを吸い取るのか、これ。バンプリックストライク。よく見えないな。このキャラの場合は、モーション取らないようだね。じゃあ一回ちょっとゲームをやめて、モッドによる見た目の変更を行いましょうか。ワークショップ。サブスクライブドのアクターですね。ここで今までダウンロードした見た目が用意されているので。まあ、ここで夜派 2B とかね。あと原神キャラクターとかいたりしますね。このキャラにしてみようかな、まずは。あと普通のストーリーモード以外にもなんかありましたよね。サバイバルモードと、あとなんか、そうか。塔を登っていくみたいなモードがあるのかな。これ多分クリアしないことには遊べないですかね。あと敵がウェーブ形式で襲ってくるモードとかありましたね。サバイバルモード、これは奈良かみたいなモードみたいになるのかな。敵はしかし NPC でしょうけどね。さあ見た目は変わりましたね。でどっかで他のプレイヤーが戦ってますね。まああれ NPC でしょうけど、倒してしまいましょう。すごい格好してるけど、おらこうなろ。手裏剣投げてぶった切る。うわぁ大切りから、じゃあ攻撃当てる。さあ倒しましたね。倒して装備をぶんだるんだ。ああ荒れた荒れた。これはなんだ。ああ毎回なんか敵の数がランダムで決まって、でそれを倒していくモードでしたっけ。始まった。まず2体か。ほらこのモードはね、通常モードの装備品とか引き継げるので、まあそちらで鍛えて、で、このモードに挑んでもよいし、あとこのモードやりまくってね、キャラクター育成とかもできるんじゃないかな。まあ完全にウェーブ形式、ハクスラに専念できるモード、みたいな形になるのかな。あと実績達成でもアイテムがもらえますね。ブラッディスペル上げるのに基礎能力上げられる。さあ本日はここまでですね。こちら現在とてもお安い価格のため、気になった方はぜひ購入して遊んでみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。